こんばんは。こんばんは。こんばんは。生誕祭終わりました。はい、コンセント抜けちゃった。充電。こんばんは。充電できてる。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。おめでとう。ありがとう。生誕祭すっごい、ちょっと待ってくださいね。こんばんは。あ、おいでって。ここテープティロップ。見てた。ありがとう。ちょっと待ってね。こんばんは。何から話していいの。話そうかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってな。こんばんは。よいしょ。こんばんは。ごめんね、本当に。あれ、 iPad。 あ、できた。はい、今日は実は生誕祭で卒業発表しました。しました。そう、ごめんなさい。なんか、なんて言えばいいんだろう。予感してた。泣きながら見てる。本当にごめんって。なんか今までは卒業とか6年間続けてきて、卒業とか考えたことがなかったんですよ。一度もなかったんだけど、なかったんですけど、なんか今年のそれこそ4月か5月くらいだったかな、そんぐらいになんか考え始めて。そう、なんかそうだ、すごい今 AKB 楽しくて、 AKB きっかけは、でもなんだろう、きっかけというか、難しいな。なんか考えたことなかったのに考え始めたって、なんでなんだろうって思って。だけど、でも、なんでだろう。なんでだろう。あ、タワーありがとうございます。ごめんなさい、今見ちゃった。クマタワー大好きって書いてる。ありがとう。え、なにこれ、大好きタワーあるの。大好き。イソピョンさん、ありがとうございます。ありがとう。違うの、 AKB への気持ちが小さくなったわけじゃないですよ。そうじゃなくて、自分が、ちょっと待ってください。難しい。私本当に喋るのが下手で。くまたわありがとう。本当に喋るのがね、下手くそすぎてごめんなさい。こんばんは。今日配信しないかと思った。そう、毎日配信するよ。イソピョンさん、クマタワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。そうだね、なんだろう、なんでだろうか。まあ、その考えはじ去年ん6月くらい、あ、違う、間違えた、4月くらいから考えたきたんだよね。それで、もう今の自分の
AKB の中って目標が あって、まあ、それは選抜に入るってことだったんだけど、まあ、無理だけどそれが目標だったんですよ私の中で。だけどそれをずっとさなんか追いかけてれるわけじゃないから諦めたら良くないかもしれないけど、諦めたっていうかなんていうかそういう目標は、難しい目標はあってそれをみんなに見てほしかったの。だけどそれをずっと追いかけ今の私の状況とか立場を考えたところでずっと追いかけるのは無理なのかなって思ったし、なんていうか、まあ、それだけじゃないけど なんだろう、なんていうかそうなんかもう私は次のことこのアイドルとしてできるアイドルをもう諦める時期なのかなって思った。そう時期かな。そうこんばんは。やりきれてはないかもしれないけどでもどこかで決めないとずっと私いちゃいそうだったんで楽しいしこの環境がすごくメンバーもスタッフさんもみんな優しくて何よりもファンの方がいてくださってすごい楽しいからずっといちゃいそうだしどこかで決めなきゃって思い出したの。そのだからそうですね難しい。え伝わるかな、なんか意味わかんないよねごめんね。なんかなんていうか最初私初めてマネージャーさんに卒業考えてるんですって言ったのね。そしたらマネージャーさんはまだ早いんじゃないみたい、まだ止めてくださったの。嬉しくて何回も話し合ってくださってマネージャーさんとかがで毎回そのもうちょっとやってみようよみたいに言ってくださってそんな風に思って言ってくださる方がいるんだったらっていうかもうちょっとだけ目標に向かって頑張ってみようって思ってやってたんだよね。だけどやっぱりでもどっかで決めないとダメだなって思ったから決めました。で本当はそう本当はねもう8月くらいで辞める予定だったの、辞めるっていうか卒業する予定だったんだけどでも発表が最初は生誕祭じゃなくて普通の公演でしようと思ってたの。でもやっぱり生誕祭で言いたくなっちゃってそれで生誕祭でやらせていただきました。そう絶対ダメだろうなって思ってたけどでもやっぱ自分のファンの方が少しでも多くいる時に言いたかったからめっちゃ申し訳ないなって思いながら本当にごめんなさい生誕祭でやっちゃってごめんね。でもそうみんなの前で言いたかったそう。あ芸能界は残りません。はいそう私は芸能界にねいられなんかそういう才能がないのでマジでなんか AKB だからって言い方は良くないけど AKB はすごいなんかいさせていただけたけどそんなそういう才能もないので本当にそうなのでそう芸能界はしないっていうかまでやんないですけどそうはい SNS もやります。やらない予定です。予定だけどやらないと思います。そうごめんなさい待って、ごめんなさいタワーありがとう。言っちゃったとかもめっちゃ今日までめっちゃ怖くて本当に大丈夫かなってすごい不安だったんだけどちょっと待ってねタワーありがとう。すごい大好き。これ何卒業発表用のタワーですか。卒業発表した人用のやつそれともたまたま大好きって書いてるの。そういうたまたま大好き。そうだね卒業ギフトなんてないよねたまたまだよね。ありがとう。ありがとう。
みんなありがとう。ちょっと待ってね。誰だろう。ちょっと待ってね。最初さっき書いたのがイソピョンさんだったから、イソピョンさんだったから、その後はあれ、これどこで見たらいいんだ。あ、こっちで見た方がいいや。マッシュさん、違う、マッシュさんか。マッシュさんありがとう。マッシュさん、よし、マッシュさん、今日はありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。そしてはなちゃんさん、ありがとう、ありがとうね。ありがとう、はなちゃんさん、パワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。いいよ、みんな大丈夫だよ。本当に申し訳ない。なんか次はメロディーさん、メロディーさん、タワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、こんばんは。ちょっと待っててね、コメント書いたらね、全部コメント見るから、ちょっとみんな待っててね。次はごめんなさい、ありがとう。アディダッチャンさん、ありがとう、ありがとう。やばい、もう今日緊張して何も食べれなさすぎて、マジでミルクティーしか飲んでない本当にやばい、お腹空いた。緊張して何も食べれなかった。胸がいっぱいすぎて、朝から昨日も寝れなくて3時ぐらいまでずっとさ、なんかやってた。本当に緊張しちゃった、ごめん。みんなありがとうな。ありがちゃんさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。次は、どこまで行ったっけ。アディダッチャンさんまで行った。クリンピーさんと下川ミラさん、ありがとう。大好き、ありがとう。緊張した、めっちゃ。本なんかめっちゃさ、泣きすぎて喋れなくなっちゃうかと思ったけどね、泣かなかった。まちょっと微量で泣いてたけど。クリンピーさん、タワーありがとう、嬉しいです。ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。なんか寂しいな。クリンピーさん、ありがとう。なんかすごい、大丈夫、みんなこんなにありがとう。なんか大丈夫だよ、本当に、あのお気遣いなく。そう、意外と冷静、なんかちゃんと話せ、私も記憶がなくて、言ってる時の記憶がなくて、ちゃんと言えてたかわからなくて、どうだったかな。ありがとう、今家に着いた、ありがとう、ありがとう、こんばんは、ありがとう、こんばんは、こんばんは。あ、そう、キラキラ、今日ひななさんにキラキラって、これ1個落ちちゃったんですよ、ショック。だから生誕祭の時これなくないない。そう、下川皆さん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。そう、シール貼ってもらった、嬉しい。これ貼ってみたかったから嬉しかった、ありがとう。次は下川皆さんまで行ったから、次は、あ、韓国の感じだ。なんて書いてるんだろう、ちょっと読めなくてめっちゃ申し訳ない。これ何さんって言うんだろう、韓国の文字かな、こうかな。アニョハセヨ、タワーアニョハセヨ、あれ、アニョハセヨじゃないね、ありがとうってなんだっけ、
タワーアニホシ、アニホシよ、あれサランヘよ、タワーサランヘよ、違う、あれあれ、ちょっと待って、コメントがちょっと今のコメントが表示できなくて、ちょっと今ごめんなさい、んさん、ありがとう、アニョハセヨ、サランヘヨ、キッパヨ、キッパヨ、キッパヨ、ありがとう、ごめんね、ごめん。で、ターボーさんやな、ターボーさん、ちょっとコメント待っててね、よいしょ、タワーありがとう。韓国語のニックネーム、松田聖子さん、松田聖子さん、アニョハセヨ、アニョハセヨ、サランヘヨキッパヨ、ターボーさん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうね。コマネコさん、ありがとうございます、コマネコ、ありがとう。本当に なんか食べたいなんかお腹すいたお腹すいてきた、急に、全然お腹すかなかったのに、なんか帰ってきてから急にお腹すき始めた、やばいやばい、ごめんねごめんね。かまねこマニアのじいさん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとうね、ありがとう。かな、これでいけてますか、全員かけた、ありょうぽんさん、ありがとう、ごめんね、え、申し訳ない、本当にいいんだよ、みんな、りょうぽんさん、ありがとう。あとで一緒にご飯食べよう、いいですか、今日お弁当持って帰ってきたんです、こんな時間に食べたら絶対アウトだけど、今日はちょっと、りょうぽんさん、タワーにアニホスさん、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとう、みんな、りょうぽんさんと、あとはときぴたさん、ありがとう、食べていい、ラーメン出前、こっちの今 iPad でコメント見るようにした。卒業まで毎日配信、もちろんですよ、毎日配信はやめるまで絶対続けるって決めてたから、あの卒業するまで続けます、毎日配信。1月までやったら4年間だったんだけどね、ギリ3年で終わっちゃう。ピキピタさん、タワーありがとうございます、そうギリ3年で終わっちゃうんだ。かけた、かけた説、全部かけてる、私かけてないよって方いる？大丈夫？ちょっと私も見てみるね。あ、J さん、ありがとうだ。ありがとうね。J さん、かわいい。あ、出てる。かわいい。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。ありがとうございます。あとはかけてる、かけてないよね、まだ全部かけてないか。大地さん、塩りんごさん、ありがとう。最終日はねまだ決まってないんだけど、ケンさんとパーフォリンさん、ありがとう。ケンさんとパーフォリン、大地さんか、または年内ですね。ちょっとお話し会のことはまたね、あのお知らせがあるので後日なのであれなんですけど、とりあえず年内。大地さん、熊田はありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ね、ごめんみんな、ほんまにいっぱいありがとう。しおりんごちゃん、ありがとう。なんか寂しいな、寂しい。しおりんごさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ケンさんがお花のタワー、お花のタワー、ケンさん、ケンさんがお花のタワー、ごめんね見つけられなくてさ、ちょっと書くね、ケンさん、タワーありがとう。あと
パーフォリンさん、キュンさん、タワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待ってねみんなちょっと待っててね、ごめんね、ありがとうね、いっぱい、お気遣いなく、お構いなく。伊藤さん書いてないかも、書いてないかもしれない。書いたかな、書いてないよね。パーフォリンさんありがとうございました。は嬉しい、ありがとうございます。あとは大丈夫かな、書けてる。あ、伊藤さん、伊藤さん、これもしかして後日のがいいのかな。そんなことない、後日っていうか明日とかに書いた方がいいのかな。こんばん、まあ書いちゃえばいいか、明日とかにしようか、後日でもいいかな。書いて終わっちゃいそうだよね、ごめんね。違うの、ありがとう。ちょっとじゃあ後日っていうか明日にしよう、明日ごめんね、なんか半分書いたのに半分書いてなくて。ちょっとさ、誰が書いてくださったかちょっとわからないので、ターさん、とりあえず書いていこう。ターさんとロイ・ムースターグバーナーさんとキムリーさんとね、ごめんギグ、あの後日でもええ、あ後日ってか明日、キムリーさんとユーマさんと、あとは伊藤さんかな。かけてる。ターさん、ロイ・ムスタン・バーナーさん、キムディさん、ユーマさん、伊藤さん、ウルちゃんさん、ありがとう。明日絶対さ発表するから、発表？ごめんね。話かな？もしまた言ったら抜けてる？誰か抜けてる人いる？こんばんは。うん。こんばんは。かおりちゃんのおかげで今のイケメン本当に嬉しい。うん、本当にさ、まだ卒業 してないけど、なんかずっと好きだったから AKB のことが、今でもまだ AKB ってことを信じてない、信じてないって言ったら嘘だけど、なんか信じられないっていうか、あんなに好きだったグループに入れたんだって思って、すごいあれだし、公演とかも楽しいし、お話し会も楽しいし、本当に楽しいんですよね。だから寂しいけど、でも決めなきゃいけない時だって来るよね。最後にね、そう握手ができなかったのがあれだけど、寂しいな、寂しいとか言っちゃダメか。ありがとう、配信来てくれ、ありがとう。全然唯一無二じゃないよ、唯一無痛だよ唯一無数全然、寒い、こいちゃんの配信大好きだったから寂しい。でも終わるまでずっと配信するから見てください。なんだろう、何を言えばいいんだろう。守りたいこの笑顔、ありがとうありがとう。なんだろう、何話せばいいですか、助けて、どうしよう。こんばんは。卒業までね、たくさん公演とか出たいし、お話し会でもいっぱい話したい。寂しい。今日の感想、今日ちょっとエアコンつけていいですか、寒い。今日はでも生誕、本当にちょっとごめんなさい、ちょっと食べたい、お腹すいた、お腹すいてやばい、ごめんなさい、こんな時に食べて、ちょっと本当にお腹が空きすぎてやばい、ちょっと食べながらしてごめんなさい、本当に
優しい、ごめんね本当に今日は食べれなかったの、お腹が空きすぎて、違うの緊張しすぎて食べれなくて、もうさ本当に緊張しててさ、切り抜き見て好きになった、ありがとう、こんな夜に食べてごめんなさい、明日から痩せます。わあ美味しそうさ、美味しそうさ、お疲れさん、ありがとうございます。なんか漏れてるこれやばい、箸、何喋ったらいいのかな、なんかどうしたらいいのかな、ご飯だ、何食べるの、なんか今日のお弁当、なんかこれやばい漏れてる、持って帰りながら漏れちゃった、箸見せてくれてありがとう。わあ美味しそう、ティッシュ一箱なくなるね、え泣いてくれてるの、ごめんね、今日の卒業公演メンバーにはね、なんかみんなには話せなく、なんかね卒業事前に言いたかったんだけど、なんか言えなくて、すごい言い出しづらかったの、言い出しづらかった、だってみんなはさ頑張ってるのにさ、頑張って活動してるのに、なんかそんな中でさ、なんか卒業しますとか言えなくてさ、そう、え私の大好きな梅干しある、見て梅干し、そうなんかいただきます、めっちゃ美味しそう、ネギ、そう、あそう、ナーミンと鈴葉ちゃんが今日見に来てくれてて嬉しかった、そう、こんばんは、なんか言い出せなかったの、言おうと思ってたんですよ私先に、でもなんか言い出せなかったんです、なんか何か考えそう、食べてごめんなさい、ナーミンはいっぱい相談に乗ってくれてて大丈夫、これ食べてて大丈夫、ごめんなさい、すいませんでした、キャプテン、え待って、美味しい美味しいです、あのちょっとふざけてないです、ごめんね、なんかふざけてるみたいだな、お弁当食べながらやってごめんなさい、なんかなんか相談とか乗ってくれました、いっぱい乗せてくれました、うん寂しい、なんか会えなくなるから寂しいです、皆さんとメンバーとも皆さんとも会えなくなるのが一番さ、それが一番寂しい、なんか目標達成できなかったとかそれとかもあるけど、それ以前に会えなくなるのがめっちゃ寂しい、え、おいしい、こんばんは、うん、会えなくなるわけじゃないけど会えなくなるじゃないですか、あんまり、今何食べてるの、お弁当ごめんなさい、本当に今日は食べれなかったんですよ、だから今食べてる、今めっちゃお腹空いちゃった、こんばんは、こんばんは、かおり、これはかぼちゃです、美味しい、美味しいです、こんばんは、こんばんは、SNS は私は SNS AKB で活動させていただいてるから SNS してるんですけど、私それまでは SNS を一切してなくて、だから多分 AKB じゃなくなったら SNS しないと思うんですよ、これでしてたら本当ごめんなさいなんですけど、多分しないですね、あんまり SNS とか
するタイプじゃないっていうか、タイプっていうかあんまりしないので、普段そうだからやらないと思うけど、そうね、うん、うん、何話そう、こんばんは、寂しい、ほんと？かおりんごありがとう、全部読んでるよコメント、これ読んでないように見えるでしょう、全部読んでるの全部読んでる、ありがとう、全部読んでる、これ全部読んでる、ありがとう、全部心の中で返信してる、声に出すと遅れちゃうから、てか今日最後メール送れなかった、ごめんね、もうなんかごめんなさい、本当に読んでる全部、修学旅行なのに悲しくった、ごめんね、修学旅行楽しんで全力で、動体視力だよ、めっちゃん寂しい、ありがとう、野菜大好き、ありがとう、こんばんはありがとう、毎日配信楽しかったです、ありがとう、まだもうあとちょっと2ヶ月ぐらい見てくださいね、ショールーム、ありがとう、こんなにありがとう、何食べてるの、お弁当です、今日は食べれなくて今食べてる、美味しい、うん、公園ありがとう、でインスタのDM見てるよ、え、あやなんさんごちそうしてくれるって、え、嬉しいけど悪いな、割り勘で割り勘でとか言って、嬉しい、なんかさ めっちゃメンバーの方とかさ、ツイートまだ全部返せてないんですけど、ツイッターしてくださったりとかさ、なんだっけ、 LINE とかくださったりとか、嬉しかった、今日初めてお手紙書いた、ありがとう、そう嬉しい、髪型、あ、今日の髪、生誕祭の髪型はなんか、え、どうしようって思ってメイクさんに聞いたそうそうなの、嬉しい、ありがとう、密かに見て、ありがとう、ありがとう、今日間に合わないと思ったけど間に合った、ありがとうね、たくさん来てくれて、卒業はぜひうちの会社で、あ、ありがとうございますめっちゃ緊張しちゃった、そう、まだ歌が来た、ありがとう、今日も最悪なんですよ、なんか自分で言うのおかしいけど、めっちゃ練習したのね今日、なのに全然うまくできなかったの、もうダメだ、緊張で呼吸が浅くなって、今日本当に緊張したら呼吸って浅くなるんだって思った、歌とかもなんか歌い出しがすごい下手になっちゃったの今日、全部本当に悔しいです、最悪、なんか歌い出しがうまくできなかった、あとなんかフリーの振りでここ、こんな風に踊ろうって思ったのも全部なんかうまくできなかった、なんかいつもとフリーとか変えようと思って考えてたんだけど全然なんかできなかった、ちゃんと、ダメだ、今日歌う下手やった、今日のはなし、もう一回もう一回できる、でも元生誕祭嬉しかった、横断幕とかさ楽しめたよ、楽しめた、なんかさ MC とかでもさ私のこと話してくれせてるさメンバーさんとかがさいてさ、いっぱい聞こえてきたの、あの楽屋で、すごい嬉しかったし、皆さん優しかったです、今日の皆さん、こんばんは、 DMM 皆さんありがとう、卒業公演決まったら匂わせる、うん、卒業ピーマン食べます、ピーマン食べます、うん、グルちゃんありがとう、僕の太陽やばかったで、いい意味で、ほんと？私僕の太陽がめっちゃ好きで、歌が全部好きなんですけど特に好きで、移動中とかも聴いちゃうくらいめっちゃ好きなの、そうピーマン食べる、めっちゃ美味しいです、ありがとう、優しいな、
今日外れたからありがとう。卒業公演わかんない、あるかわかんないけど来て、あるよね、あるか、あるか、あったら来てください、来てほしいです。かおりちゃんがいない時間考え、本当なぜ好き、あ、好きなメンバー、私好きなメンバーですか、嬉しい、ありがとう。リップグロス立ち位置間違えてない、違うの、あれリップグロス3番で止まるんだけどつまずいて 4.5 まで進んじゃったのこうやってさハイタッチして走って3番に向かうんですけど、それつまずいたことによって 4.5 まで進んじゃったんですよ。で、おやばいと思ってやっちゃったって思った。今日はやらかさないって決めてたのに、でもよかった転ばなくて4.5 に行っちゃったって思って、つまずいたんですあれ、ガッて、そうだいぶ飛ばしちゃったつまずいちゃったんだよねヒールだから。え、 AKB だ、かおりちゃんしかフォローしてなかった、本当ですか、ありがとうございます。これ全部読んでるからね、みんな信じて。そう、最後の挨拶もねやらかしちゃったの、あれなんか前に失敗したことがあって、それでなんかその失敗を絶対しないようにしようって思ったのに、なんか実際わかんなくない、あ、これどこでもう一回せーのって言うんだっけって思って、最悪ですよね、最後の最後でごめんなさい、本当に反省してます、反省中。もうあれこの前やったことあるんですよ、あの失敗を、似たような失敗、それでダメだ、今かぼちゃ食べてます。うん、最近気になった、ありがとう。続いて、うん、失敗しないように、うん、うん、かおりちゃんのおかげでアイドルの、ありがとうね、覚えてるよ、ありがとう、嬉しいよ。悲しみで眠れない、本当ですか、嬉しい、ありがとう。こんばんは。ああ、でも言っちゃった言っちゃったっていうか言っちゃった、言っちゃいましたね、今日まですごい怖かったんですよ、だからどう、みんなどう思われちゃうのかなって、どう思われちゃうっていうか、なんかさ応援してくれてる人がいてさ、それでさやめてるのってすごい寂しかった。一番涙が止まらない、本当ですか、そう、うん、寂しい。家族には相談、家族って言ってもお母さんにしか相談みたいなのはしてないかな、うん、嬉しい、ありがとう。そうですね、なんか本当にいろんな状況っていうか、いろんなことを考えて決めたの、なん、うん、一番はもうそういう時期っていうか、自分の年がねそういう時期かなって思ったの。あ、もちろん違うよ、あの違う、これだけは勘違いしないでほしいんだけど、同い年のメンバーさんとか年上の先輩さんとかもいるじゃん、そういうのは関係なくて、自分がね、自分がよ、自分がその立場、私の立場を考えた時にそうなのかな、違うの、もうみんなメンバーさんみんななんか自分の持ってて、なんていうか自分を持ってるし、なんかちゃんとしてるの、私とかより全然、だからずっとやっていけるけど、私はどうかなって考えた時に、うんって思ったの、違うの、人は関係ないからね、そうじゃなくて自分の中でだから、そう、中でね、そう、自分の中でだから、人は人なんですけど、そう、私は自分はそうかなって思ったの。これで私がめちゃくちゃもう大人気ですみたいな感じだったらまだ考えなかったかもしれないけど、そうじゃないから、そうじゃないって言ったら違う、これは失礼だな、応援してくれてる方にものすごく失礼だな、違うんだけど、そういうわけじゃないじゃん、だからそういうのをね全部考えた時にね、そう思っちゃったの、そう、
ごまはもちろん好きでいてくださってる方いるけど、そのなんて言うんだろう、なんか未来がないっていう、未来やばいやばい、ネガティブネガティブ、なんかうん、なんて言うんだろう、そううん、わかる、ごめんね、なんか言葉が下手すぎて、うん、そう、なんか自分の立場を見たらそうかなって思った。なんか下手でごめん、意味わからなかったらごめんね。だけどみんなと会えないのが寂しい、それは一、でも寂しいだけでさ、寂しいだけでずっといれるもんじゃないから、私なんていうかずっといたいと思うけど、どっかで決めないといけないって思った。これが正解か不正解かはわからないんですけど、でも自分の決めた道が全部運命だと考えて、 AKB に入ったのも、入れたのもその時も結構あれだったけど、あれっていうかすごい決断だ。でもその時はね、 AKB に入る時の決断はね、なんかすっごい不安とかっていうよりもなんか楽しみ、不安もあったけど、なんかもうバーって飛び込んだの。でも何も考えなかったの、考えないっていうか悩まなかったし、なんかもうやってみようって感じで受かったからやろうって思ってやったんだけど、その辞める、卒業するときはマジで悩んで、本当に悩みました本当に悩ん、どうしたらいいんだろうって思って、だからなんか難しかった、めっちゃ、うん、悩んじゃった。ダンジャマメとありがとう。そう、なんか調べてたの、なんか自分でヤフーとかで夢諦める年齢、実際夢を諦める年齢は24歳です出てきて、え、私やんって思った、まあ、それは関係ないけどね、やっぱみんなそうなのかなとか思って書いてたんですよ、大体24歳ですねみたいな書いてて、私24歳だ、まあ、それだけじゃないですけど、他にもいろんな、いろいろあるけど、違う、それだけじゃないけど、なんかそう、あとさ、おばあちゃんとかおじいちゃんとかも心配してて、そのなんかおじいちゃんおばあちゃん永遠に生きてるわけじゃん、それはみんな人間誰しもなんですけど、そういうのもなんか少しでも一緒にいる時間もいるか、いるな、なんて言うんだろう、そのそれは関係ないと思うけど、なんかそういうのも考えちゃって、いろいろ考えちゃって、そう、でもみんなともいたい、ずっと、いろんなことが、いろんなことを考えて、そうなんです、ごめんなさい、なんていうかそういうのも考えちゃった。なんか髪切った時もめっちゃ悩んでて、髪切ったらちょっと変わるかなって思って切ったのそんなにあんまり変わらなかったけど、そう、難しい。なんか家族とかは結構心配 してて、心配ってか心配されてたから、それずっとし、なんかいろいろむずむずいです、ごめんなさい、こんばんは。なんか下手で大丈夫かな、変なこと言ってないかな。なんかね、ただ楽しく活動できるっていう、するっていうだけじゃダメになってきたの、いろいろな状況とかが。今まではね、考えないでずっとやってきたけど、そういうのを考えないといけない時期に来ちゃったの。そう、うん、みんなとは離れたくないけど、こんばんは、伝わるかな、ごめんなさい、マジで私語彙力がなさすぎて、欲しいものはトーク力なんですよ、欲しいものトーク力、ね、時間止まってほしい、マジで若返りたい、そしたらもう一回できるもっと早く AKB 入りたかったな、まあどっちにしろ早いうちは受けれなかったんだけど、学校があれなんで、あれ、まあでもそれも受かるかもわかんないけど16期だから入れたのかもしれない、なんかその運命わかんないけど、運命みたいな、現実って
的、そう、もっと早くやってたらまた未来は違ったのかなとか思うけど、でもそれも運命、全部運命の、運命論者なんで私、運命なんでそう18歳だったから受かったかもしれない、そんなこともない、わかんないけど、本当に出会えてよかったです。だってさ、入らなかったらさ、みんなに会えなかったし、あのファンの方とかできるなんて思わなかったから、うちめっちゃさ、そんな可愛くないしさ、正直言うと、なんかさ、あのさ、なんか町内とかでは可愛いねとか言われとったことあるけどさ、町内では、でもこの世界に入ると全然可愛くないしさ、対して歌もダンス、やばい、ネガティブ、歌もダンスも上手くないじゃないですか、トーク力もないし、なのにさ、私のこと好きって言ってくれる人がいてさ、それってすごいことだなって思うし、本当に嬉しくて 大切なんですよ、本当にありがとうございます。もうそんな人いるなんてびっくりした、びっくりしたってか嬉しいんです、本当にありがとうございます。だから本当にみんながいないと私は AKB になれないし、なれないから、変なこと言ってないかな、私大丈夫かな、ありがとう、優しい、激ムズごめんなさい、話すの下手で、な、要はね、大丈夫かな、言えてる、これちゃんと合ってる、スピーチできてた、私スピーチさ、記憶にないのも緊張しすぎて、緊張、記憶に長くなっちゃった、大丈夫かな、変なこと言ってないですか、私大丈夫、失言とかしてない今、大丈夫、配信でも変なこと言ってない、あとはってたくさん言ってた、私あとはってめっちゃ言っちゃう、あと違ったらごめんって言って、ありがとう、めっちゃありがとう、優しい、全部コメント見てるからね、みんなこれ読めてないけど全部読んでるから、これありがとう、研究生くん、ありがとう、あ、そう、鈴葉ちゃん、そう、びっくりした、私知らなくて、あのお手紙一回書いてもらったことがあるんですよ、だから違うと思ってたんですけど、しかも出てきて、読みに来る人ってどれ、え、誰って思ったらスザちゃんだった、そう、嬉しいお手紙、なんか出だしで泣いちゃった、なんかすごい私嬉しかったです、早口だった、あ、そうなんだ、うわー、だって毎回私スピーチ本当に苦手で早口になっちゃったよね、やっぱそうだよね、そう、タメ口と敬語が混合してた、嘘、やばいやばい、タメ口聞いてた、私タメ口だった、いきなり泣くやんって思った、そうだよね、まだ出だしなのに泣いちゃったの、私なんかそういうとか、そういうさ、とこに生誕祭でもこれ卒業発表してない去年とか一昨年とかも毎年泣いちゃうんですよ、生誕祭って、だから泣いちゃう、こんばんは、卒業匂わせてた、え、私卒業匂わせてないです、なんかすごい言われるんですけど、匂わせたつもりないんですよね、匂わせたっけ、こんばんは、岡山で待っとるけんの、ありがとう、そっか、一生のお願いって、いやでも私毎年一生お願いって言ってません？言ってないっけ？本当に？え、私本当にそんなつもりなかったです、ごめんなさい、なんか本当？ほぼ言ってない、え、言ってないよ、マジで言ってないですよ、なんで？無意識なんですけど、え？あ、2月、そう、イベント、そう、さい、もう普通、もう会いたかったです、直接会いたかったけど、うん、
こんばんは。そっか、一緒の、ね、感じ。ごめんなさい。ありがとう。皆さん最後までまだ支援しないでくださいね。やめるまで待っといてください。もうちょっとだけお願いします。もうちょっとだけやめないでください。推し編ちょっと待ってください。最後まで来てくれますか。それが不安です。ありがとう、ありがとうね。もうちょっといてください。仕事終わりに撮影…仕事お疲れ様、ありがとう。嬉しい。お願いします。支援考えたけど本当ありがとう。ほうだす、ありがとう。なんかさ、卒業する人ってさ、もう何もないじゃないですか。希望と希望なんて言うんだろう、応援してさ、いいことないじゃないですか。応援したってもういなくなっちゃうし、だからさ、飽きないでください。お願いします。それだけは本当に最後までお願いします。ぜひよかったら、寂しいのでお願いします。なんかもうただ辞める人なのに、だけどお願いします、最後までぜひ。そしてうちがおらんくなってからお支援してくださいね。ちょっと待っとってくださいね。そう、そんなことない、本当に。ジュラシティに行きますわ。やばいわ、行っちゃう行っちゃう。ちょっと待って、まだ入ってきてもないから。そっか、卒業してから推し編とは言わないのか。もう他のメンバー好きになることありません。本当ですか。なんか嬉しい。なっても大丈夫ですよ。そういうものは自分の心と相談ですよ。心が、あ、この子いいってなったら支援してね。しないでね、お願い。まだちょっと、もうちょっと待ってください。お願いします。どこかで偶然会った時に、あってなりましょう。はい、なりましょう。ぜひ声かけてください。私でもオーラないんで、多分あんまり気づかれないと思うんですけど、もしいたらね、会って挨拶したいです。こんばんは。2023年、え、転生しないで。小枝ちゃんと一緒に卒業する。ほんと小枝ちゃん以外考えない。ありがとう。なんかごめんな、私ヘラヘラしてたかな今日の配信。なんか不安になってきちゃった。ヘラヘラしてない？ふざけてるみたいじゃない？真面目です。至って真面目。ありがとうね。そうですね、卒業ここは岡山に戻ります。はい、いつもより真面目。あ、ほんと岡山に引っ越そうかな。いいとこですよ。でもね、東京の方が楽しいと思うよ多分。そう、優しい、ありがとう。ありがとう。全部読んでる、これごめんね、言葉に出てないけど、これ読んでる読んでる、めちゃくちゃここ読んでる。ありがとう。私速読得意なんですよ。はい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 、速読得意なんですよ。2回言っちゃった。ありがとう。あと2ヶ月でいっぱい思い出つけ、どんな思い出が作れるかわかんないけど、ショールームは毎日やってるから、それはあれらしい。卒業したら顔四角くなりますか。どんな質問。どういうこと。四角くはならないですね。三角にはなりたいですけどね。うん、配信はいつもの感じで落ち着く。本当明日からもまた、遊びに来てありがとう。
ありがとう。あ、クリームソーダもありがとう。ちょっと今日は生誕祭の話紹介とかあんま、今何時だ？これ12時で切れちゃうよね。42分できなかったから、それまた紹介するね。とりあえずごめんね、生誕祭で言っちゃって嫌だった。嫌だったかな。推しじゃなかったのに寂しくて。ありがとうね、嬉しい。ありがとすぎ。生誕でよかった。なんかさ、生誕で言うのはあんまり良くないっていうのをよく聞いたことがあったので、どうなんだろうって思ったけどね、やらせていただいちゃった。生誕で気にしないでありがとう。すごいね。あ、本当だ。9000人おる。すごい。ちゃんとありがとう。ヤフーニュースに載ってる。本当ですか？本当に？これで言ったの嬉しい。本当？寂しい。本当にありがとう。ありがとう。ありがとう。今日寝れないかも。私オールしよう。しないけど。どこで？自分の生誕で。うん。だってさ、せっかくならみんなに言いたかったからさ。通常公演だと自分のファンの方いるかすら分かんないから。そう、卒業公演入れるというのは来てください。来てほしいです。卒業公演来てください。そう、あ、コンサートとかはないけど公演は開いていただきます。そう。あ、うちはありがとうね。めっちゃ今日すごいファンの方めっちゃいて嬉しかった。見えたよ、ペンライトとか。卒業公演来てありがとう。正直寂しい。本当ですか？ありがとうございます。僕の太郎。僕の太郎。ゼロ期公演してほしいね。したいですね。最後にレッツゴーとかやりたいけど、やってみたい。こんばんは。うん、たくさんのファンの皆さんの、そう、見送りでさ、泣いてる方とかいて心苦しかったです。そう、あ、ずっと潜ってた。ずっと潜って見てくれてたの？ありがとう、嬉しい。初めてコメントしてくれたのか。ありがとうね、嬉しいです。ずっと見ててくれてありがとう。そう、嬉しかった。スタッフさんも目うるるさせた。本当ですか？そう、なんか4の時代のマネージャーさんが見に来てくださってて、あの村山4、あ、ずっと村山4だけど、あの最近の4、最近のその4の時の、それこそ4年前とかに見てくださってたマネージャーさんとか見てくれたりとか、あと初期の頃のマネージャーさんも見に来てくださったりとか、あと鈴葉ちゃんも来てくれたし、ナーミンもたなんか終わりかな、稽古終わりかかんだけど来てくれて嬉しかった。そう、こんばんは。ありがとう。あ、4年前見てる。ありがとう。リアルな握手会したかった。したかった。うちも今日は寝れそうにない。ほんまに？おんではお見送り。嘘。 YouTube でありがとう。ありがとう。お見送り、ありがとうね。泣いてくれて嬉しいっていうのはダメだけど。そう、泣いてくれたの。お疲れ、ありがとう。おめでとう、ありがとう。寂しい。パニック。
がとうね、みんな。こんばんは、こんばんねえ、嬉しいよ、ね、なんか泣いてくれて泣いてくれて嬉しいって違うけど、なんかその嬉しかった。泣いてくれて嬉しいっていうのは良くないけど、嬉しかったの。久しぶりだねって言ってくれて嬉しかった。ずっと覚えてるよ、みんなのこと。一度覚えたら忘れないんだ。そう、嬉しい。お見送り気づいてくれてありがとう。ガチャガチャありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとう。あ、ほんとだ、まだお誕生日背景になってるね。寂しい。ありがとう。卒業したら忘れていいよ。絶対忘れないと思います。忘れません。一生覚えてます、皆さんのこと。誕生日おめでとう、ありがとう。お手紙ありがとう。お手紙待ってます。お手紙もらえるのも12月までだから、お手紙見たいです。頭パンクし、大丈夫？あー大丈夫、ありがとう。いっぱい書いてくれる、ありがとう。こんばんは。あ、1週間なんだ。そうなんだ、お誕生日拝見。100万ありがとう、嬉しいよ。おめでとう、ありがとう。ショールーム毎日見るルーティンが崩れる。ほんと？でも12月まで続けるから最後まで見てね。おめでとう、ありがとう。あ、言っちゃった言っちゃったあ、好きです、ありがとう。うちも好きです。今日もね、お手紙とかプレゼントとかめっちゃもらって本当に嬉しい。18期オーディション受けれないでしょ、私もう年齢がもう無理です。20歳、18歳まで、20歳まで分かんないけどじゃない、もうオーバーしてる。こんばんは。もう一度いく、ありがとう。なんかごめんね、全然コメント読めなくて。全部読んでるよ、嘘みたいだけど本当の話。20歳までか、ダメでしたダメでしたとか言って受かんないよ、受けても推薦枠あるの。ありがとうね、そんな風に言ってくれて。ありがとう、本当にありがとうございます。本当に嬉しいで。あ、キラキラ嬉しい。これひななさんにつけてもらいました。今日ね、ゆいりさんとひななさんとあみちゃんがこれをつけてたの。それで、あ、いいなって思ってわらわら近づいていたら私にもつけてくれたの。こうやってわらわら寄ってったらでわらわらわらってわらわら近づいていたらつけるって言ってくれて、一緒につけてもらいました。でも1個取れちゃって、そう嬉しい。ずっとこれつけてみたかったんでめっちゃ嬉しいですこうやってわらわら近づいてわらわらしましたふふ優しい、みんなありがとう仲間にそう、わらわらい、ありがとう。あ、50分やばい、そろそろランキングしないとだよね。じゃあランキングします。名残惜しい。明日もショールーム見てくださいね。これさ、タワーさ、くださった方の名前さ、さっきのさから増えてたりする？もしさ増えてたらさ、あの教えてほしい。今どこ、ウルちゃんさんまで書いてるんだよね。増えてるかな。とりあえずじゃあランキングから読もうかな。先にランキングします。人差し指空に向けて巻きつけよう、白い雲ともやもやした気持ち。いい歌自分で言った。僕の太陽めっちゃ好き。
ではランキングしていきます。もっと話したいけど12時来ちゃう。第13位はウィングストーンさん、ありがとうございます。12位はハギーアットマークエゾの人さん、ありがとうございます。11位はメロディーさん、ありがとうございます。10位はワイマツアットマーク四つ葉ハピーバー、そして発表お疲れ様さん、ありがとうございます。9位は J さん、ありがとうございます。8位はパーフリンさん、ありがとうございます。7位はコマネコマニアの G さん、ありがとうございます。6位はコケピさん、ありがとうございます。5位はイサピョンさん、ありがとうございます。4位はユーマ生誕と卒業発表お疲れ様さん、ごめんなさい名前切れちゃってる、ありがとうございます。3位はケンさん、ありがとうございます。2位はターさん、ありがとうございます。そして1位はダモンデさん、ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様の卒業発表でした。間違えた、ちょっと待ってごめんなさい。あー最後にやっちゃった。1位から10位卒業発表って考えすぎて言っちゃった。1位から13位の皆様の発表でした、発表でした、ありがとうございます。ごめんなさい間違えた間違えた。卒業発表っていうさワードをずっと考えてたからさ今まで、やばいごめんなさい、発表でした。ごめん、卒業しないでください、間違えたんです、ごめんなさい。次はギフトをくださる。間違った間違った、ごめんなさい。次はギフトをくださった方の名前呼びたいと思います。ごめんなさい本当に最悪だ、ごめんなさい。ダモンデさん、タカヒロさん、キューナソさん、ヘドウィグさん、ハギーアットマークエゾの人さん。待ってこれなんか変わってるぞ、ちょっと待って待って、なんか読むたびに消えてく、これなんじゃこりゃ、ちょっと待って、ね、カズくんさん、ハマノンさん、ハギーアットマークエゾの人さん、ナナさん、ヒーチャーアットマークつむじ、これお疲れ様さん、ワイマチヨツバさん、ヨルジェットさん、ハナちゃんさん、キューナソさん、バロアクロ王さん、ナイスキーさん、トムさん、マスターさん、ミットちゃんさん、クロダイさん、さっきまでは梅こぶちさん、スノメのうちさん、ウッチさん、カジノリさん、ウィングストーンさん、トラサポさん、ジョナサットマコロコロさん、水泳ショーボーズフラムマセヒカワイン北海道さん、ヒラモンさん、アディダッチャンさん、ヤナタケシャットマコリちゃんほんとかわいいなさん、トキオさん、ザキヤマさん、パンチョさん、ユーマさん、メガネさん、月曜の豚さん、地球防衛組さん、モちゃんさん、マイケルジョーダンさん、ウエピーさん、キジバトさん、ナンタさん、翼欲しいさん、ヨックンカッコタカノッチさん、ヒロユキさん、リカさん、キッチンさん、キジバトさん、ヨルジェットさん、マゴコロさん、タカさん、日高浩二さん、ミケネコアトマキュタンポさん、クロドイコールシルフルさん、翼はナチュラさん、アツシャットマークズンカオシ、卒業発表お疲れ様さん、キムニーさん、ターサンさん、フミオさん、トシノリさん、アズマさん、新規ワヤジさん、ケンチャヤレさん、ウラカンさん、スーパーのズミ2号さん、ナオさん、キラキラ落ちる場面を、スズハチオズトシオレンジャットマークズンチャーズさん、トンボさん、ダイチさん、タケさん、ニシニシさん、マコさん、662BPM さん、はなちゃんさん、ともさん、トロさん、アットマークずっとカフェちゃん推しさん、メロディーさん、はなちゃんさん、ダライヤさんですけど、これ全部絶対読めてない気がする、絶対これ読めてないですよね多分。あ、ほら、新生さん、アナノさん、マッシュさんかな、ポコポコ増えてきてる、また呼ばれた方は強制卒業じゃないです、翼はなんちゃらさんで、今日書けなかったタワーは急いでっていうか明日のショールームで発表し、まあ、卒業です、発表します、ごめんなさい全部書けてなくて、ごめんなさい、明日まで待って、明日来れなかったらまた後日あの時のなんですけどってコメントくださったらそこで見てもらうので、ちょっと待っててください。ありがとう、たくさんの大好きタワーとかさ、あとギフトとかさ、本当にありがとうございます。うん、明日メールゆっくり書きますね、今日最後遅れなかったんでごめんなさい、ありがとう。もう切れるこれ、え、あと今何時何分、56分だな、56分これ合ってる、あ、56分だ。ガンスユーティさん、ごめんなさい、あ、ありがとうな、ありがとう、まだ56分、ありがとう。
あと4分大丈夫だ。本当に今日は卒業アップして、そのことをみんな寂しいとか言ってくれてありがとうございます。ありがとうございます、うん、すごいみんなの気持ちがめちゃくちゃ嬉しかったです。最後までみんなといっぱい思い出作って、一生皆さんのこと忘れます。あ、まだ今日最後の配信ではないんですけど、あの何ですかね、最後までいっぱい思い出作りたいです。そう、ありがとうね。今日すいません、バタバタしちゃって。明日はまたゆっくりショールームしたいと思います。ありがとう。ありがとう。これ切れるまで放置するな。もこもこ靴下履くね。ありがとう。占い、明日のラッキー占いは、じゃあ P 番、ピーマンです。ラッキー野菜はピーマン。ピーマンを10回唱えるとラッキーになります。ピーマン食べるでもいいです。やってみてくださいピーマン。お弁当も食べた。まだちょっと残ってるけど、もうこんな時間に絶対ダメだけど、今日はほんまにやばい、お腹空っぽすぎてやばい。ちょっと食べます。今からコンビニで買ってくる。明日でいいで、明日でいい、大丈夫だよ。焼け食いしてね、ありがとう。生誕祭までさ、なんかさ、自分でスイーツ買わないようにさ、やってたんだけどさ、痩せてないよね小顔マッサージも今日まで毎日続けたんだけど、痩せてないよね毎日こうやってグリ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 ってやってたんだ。こうやってこうやってグリグリグリってやってた。ゆっくり寝てね、ありがとう。じゃあまた明日ゆっくり話しましょう。なんかもし変なこと言ってたらごめんなさいね。謝ります。大丈夫かな。なんかあと1分や。今日は本当に改めてありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとう。またね、明日ね。今日寝れないかも、なんかありがとうございました。皆さんおやすみ。またね。ありがとうございます。夜勤とかある方頑張ってください。ありがとう。